皆さんこんにちは、マクーレ編集部渡辺翔司です。本日はですね、ボートレース芦屋の攻略情報を福岡の大エース宇流正義選手とともにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。芦屋での優勝回数現役最多の16回、宇流正義、元芦屋版記者マクール編集部渡辺翔司が送るボートレース芦屋大攻略。福岡県芦屋町にあるボートレース芦屋、通年でモーニングレースを実施している場としてファンの間で親しまれている。そんなボートレース芦屋水面の特徴、まずは芦屋水面の最大の特徴は広大な静水面と全国屈指の高速水面ということです。1マークからスタンドまでの距離は53メートル、これは日本一の広さになっています。そして1マークから対岸までの距離も87メートルと非常に大きいです。この広さに加えて1マークの対岸には足が自生しているため海津波の影響をほとんど受けません。ボートが立てた波が岸壁に当たって跳ね返ってくる海津波が天然の消波装置足のおかげでほとんど立たない。広大なコースレイアウト、そして波が立ちにくい水面特性によってスピードをつけたターンでの勝負ができる場、全国屈指の高速水面となっています。宇流選手にとって芦屋はどんなレース場なのか聞いてみると、まあ淡水なんですけど乗りやすいイメージはありますね。芦屋は、まあ、淡水の中でも、まあ、スピードを持って小回りできるっていう感じですかね。で簡単に言えばインから、まあ、スピードを持って回っても流れない。水が硬くて乗りにくいとされる淡水場の中でも芦屋は乗りやすく、インからでもスピードをつけたターンができる場だという。比較したら難しいんですけど、例えば隅の絵と比較すると、隅の絵はもうなんか僕の場合はこう何でしょう、もうずれたら乗れないっていうイメージはあるんですけど、もう本当合ってないとそのもうなんかターンするのがこうゴワゴワっていうんですか、まあ、そういう感じはあるんですが、芦屋はまだずれててもまだいけるっていう感じはあります。そんな芦屋を攻略する上で糸口になるのが、一日の半分以上を占める企画レースの攻略が重要になります。芦屋は全国で最も企画レースが多い場、その数1日7レース、なんと半分以上を占めているのだ。基本的に1号艇に A 級選手が乗る本命番組になっています。そのためイン逃げが決まりやすく、硬くて当てやすい番組になっています。特にイン逃げが決まりやすいのは1レースと4レース、それぞれ約 80% のイン一着率を誇るが、硬くて当てやすいだけでなくイン回収率が高いレースが多いことが芦屋企画レースの特徴。その中でも渡辺が特におすすめだというのがこちらのレース、サンライズダブル戦は1号艇と4号艇に A 級選手、その他は B 級の選手になっています。A 級コンビで人気となる14の出目は回収率が低く、むしろ狙い目になるのは124と125、この2点が非常に美味しい出目となっています。なんと124は 170%、 125になると 265% もあるんです。 A 級の一角が崩れた時の12狙いがサンライズダブル戦では有効。特に124は出現率も高く、積極的に狙っていける出目になっている。また3レースのサンライズクロス戦はそのまま A 級選手を素直に買うだけで回収率 109.7%、 そして出現率が 20.4% もあるんです。
そんな美味しい船券が詰まった芦屋のモーニングレース、早朝からのレースを瓜生選手はどう感じているのか。いや、モーニングは全くまだ合わせきれないですよね。もう出発が7時半前ぐらいだと思うんで、もうずっと眠たいです。朝6時半には起きて、9時前には1レースがスタートする。朝が弱い選手にとってはかなりハードなスケジュール。しかし選手は眠気だけでなく、モーターやプロペラの調整とも戦っている。朝は意外とその何でしょう、気温が、冬とかだと気温が低くて湿度がすごいんで、意外と1レースが回らないんですよね。で、朝9時ぐらいだとまだなんかもやっていうか、その風がない時とか特によくあるじゃないですか、唐津とかでも霧が出たりとか、だから湿気がすごくて意外とその瞬発力に欠けるっていうか。一般的に気温が低いとモーターのパワーが上がると言われているが、早朝に関しては湿度が高くなるせいでパワーが落ちることがあるのだとか。僕の中では4レースか5レースぐらいがから回が一番回転上がるんです。普段のスタート練習する時間ぐらいというか。そんな芦屋を走る選手の足をチェックするために不可欠なのが、普段から活用している展示タイムに加えて、直線タイム、回り足タイム、一周タイムといったオリジナルタイムが非常に重要になってきます。レーザーによる自動システムで計測しているので、エンジンの良し悪しをかなり正確に把握できることになっています。この展示タイムとオリジナルタイム、瓜生選手自身も芦屋を走る際に参考にしているという。瞬点で、足合わせっていうんですかね、合わせて僕のが分がいいけど展示タイムは相手の方がいいとかある、よくあるんですよね。しかし芦屋で展示タイムが出てるときはエンジンは動いてる気がします。僕は出足と、伸びが揃ったときにいいタイム出てるんで、その時は相当動いてる気がします、僕の場合は。瓜生選手が芦屋で展示タイムが出ているときは要注目だ。僕的にはもう何て言うんでしょう、のんびりした雰囲気っていうか、忙しくないレース場なんで、周りも迫力あるボートレースを楽しんでもらって、でまた発売時間中にはまたその芦屋の緑に癒してもらって、癒されながらボートの迫力、ボートレースでももう楽しんでもらいたいなと思います。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。